いや、パントこれ強えぞ、これマジで。やばいやばい、これやばいかも、本当に。はい、こんにちは、グリードです。今回もブラックオプス6やっていきましょう。少し前のアップデートで、SMG が全体的に強化されて射程距離が伸びました。そしてアサルトライフル、まあ、全般的に弱体化されました。そして日本人大好き AEK に関しては全く弱体化されていません。ただもしかしたら弱体化来るかもしれないっていうのも、海外のね有名ストリーマーだったりメタカスタムを紹介してるアカウントとかにもだいぶ取り上げられるようになってて、まあツイートもね、まあ、1万いいねとかだいぶ伸びてるので、まあ、海外でも少し話題になってきたかなと。まあ、これで海外勢が使い出せば、まあ、世界全体の使用率が上がって、もしかしたら弱体化来るかもしれないかもしれないです。過去作で言うと BO4 のソードフィッシュもね、ものすごく強かったんだけど、日本人しか使ってなくて世界では話題になってなかったんだよね。で弱体化来なかったんですよ。しかしながら今回の AEK に関しては向こうでも話題にはなってるので、まあさすがに何かしら弱体化来る可能性は高いんじゃないかなと思います。今後のメタ武器予想として、まあもう一旦ね AEK 置いておいて、SMG が強化された中で、このタント、この SMG ね、なんか性能おかしい気がするんですよ。いや、僕気のせいじゃないと思うんだよ。なんか射程距離が伸びたことによって、まあさらにね、こうアサルトライフルも食えるような SMG になってると思う。まあ僕は今カスタム構成、クラス構成こんな感じでやってますけども、いやほんとね、いやこれ強いよ。マジ中距離ほんと強い。未来予想、こいつ SMG メタ武器になると思います。Maybe 思います。ぶっちゃけ他の SMG そんなに触ってないけど。ただね、ラピッドファイヤーは絶対つけた方がいいかなと思います。今回はね、ぜひこの武器ちょっと見てほしいです。ディレクト、まあ、中距離見せれそうだからいいマップじゃないでしょうか。はい。まあ、ハードポイントだったらね、大体まあ遊べるようなマップになりますよ。ドミネーションとかね、このマップもううんちですけど、もうほんとね、やらない方がいいですよ、皆さん。このマップのドミネーションはね、人生無駄ですから。あれせっかくね、仕事とか学校から帰って楽しいゲームの時間を過ごそうというのに、こんなマップで時間食っちゃったらもったいないですからね。さあ上いるんじゃないのそれ。ハロー。おお、これは味方強すぎパターンのやつですよ、これ。で、この次の試合はね、おそらく僕がボコされる側ですね。あ、ちょうどいいのいる。まあ今のは、シンプルにエイムが悪い。シンプルにエイム、ん？いや、その赤点どこなん？あとちょっと。あとちょっと。あとちょっと、あとちょっとです。奥開いてる、奥開いてる。わあ、いや待って、この試合ちょっとまずくないかこれ。まあこのゲームね、対人ゲーなんで、まあゲーム側はなるべく平等なマッチにしようとはしますが、まあもちろん毎回毎回いい試合になるわけではないので、まあこういうさ、ボコボコ試合にされちゃったら、初心者の方はもう全然抜けていいですよ。そのための途中抜けシステムですし、初心者がこんな試合無理やりやってゲーム嫌いになって COD やめていくんだったら、もう全然抜けた方がいいですからね。おお、あとね、急な用事ができちゃったりとかね、あとうんち漏れそうな時とか、どんどん全然それはね、途中抜けしていいですから。カジュアルモードですから皆さん、これ。しかも海外の人なんてね、もうすぐ抜けますから。こんな真面目にやってないですから、カジュアルモード。最近の COD はクロスプレイも実装されて、まあ、海外の人もね、普通にさ、日本サーバーに混ざってくるので、まあそんな中、日本人だけなんか途中抜け気にしまくってもしゃあないですからね。うん、カジュアルに適当にやるぐらいでいいと思いますよ。はい。ああ、なるほどね。そういう感じ。まあどうだろう、もういや、もともと強かったからな。なんかこう強化しましたよって言われてるから、よりこう強く感じてるだけの可能性もあるんだけど、別にまあぼっちゃけ僕は強化しなくてもよかったんじゃないかなって気はするんですけどね。まあ単純にアサルトを使う人が多かったのかな。これ後ろ湧いてるやん。
ープマジで早くね、ハープ。これハープ早いんじゃない、これ出すの早いんじゃない。え、ちょい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 、おお、アイアンサイトに、なんとかアイアンサイトで使いこなして、アタッチメントを僕がね、紹介したもので使った方がいいかもしれん。やっぱり SMG はね、パークグリードと相性がいいからね。はっ、忘れた頃に使うよ、だいぶ。ナイス。弾もいっぱいある。拡張マガジンは必須よ。必須よ、これ。そこやって。カットしちゃって。にゃーん。おうおう、フォーフォー。これも壊して、地味にね、こういうの壊してポイントゲットするの美味しいから。もうちっちゃいことでも稼いでいくよ。小銭稼ぎ、小銭稼ぎ。一人だけいる。ちょっとクセイム。後ろ空いてんね。僕の方めっちゃ来そう。これはちゃんとヘリとハープまでつなげたいところではある。これやって小銭稼いで、もうあとちょっとでね出るから、ヒルストリーク。もう一人いる。オッケー、2段。まだ湧きそう、まだ湧きそう。やつやつやつ。やばーい！オーマイグー！時代は、ハントですよ、これ。やべ、これ逃げたら神！ああ、シッ！Here we go again. あと1キル。いや、つえ、これマジでつえ。エイヘの時代は終わったのだっていうタイトルにしとこう。ああ、こんなにやっても、こんなにやっても勝てないんですか。途中参加負けてるね。はいはいはい、救っていきましょうか。そしたら、まあ、この武器は、あ、こういう近距離じゃない、近距離じゃないよ、中距離ね。あ、抜けるやつ。おお、いけるいけるいけるな、やっぱり。ここは、おお、まあまあ今のワンショー。ここは、おお、いけちゃうね。アサルトやんな、やっぱり。もう一人やって。多分これ奥脇っすね。ラジコンも来てる。ラジコンごといってらっしゃい。からのもう一人やって。めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ来る。一枚やって。なんかスナイパーっぽいな、あれ。ヘリ出して。こっちから行こうか。ほら、ね、強いっしょ、これ。マジで強いっしょ、これ。ほら。いや、これでメタじゃなかったら何があるんだっていう話ですよ。まあ、AEK って言われたらそれはもうまだ AEK なんですけども。さあ、まだ途中参加。点差はそんなに。縮まってはいない。さあ、ハープ出てるから今のうちにそこやって、そこやってスナイパー倒して、ちょっと奥いるけどエリアの方カットしたいな。エリアの方をやりまして、これワンチャン核呼ぶかね。もう前回の試合といい、もう僕が勝つには核を呼ぶしか勝てないようにこのゲームはなってるので。上だ、 OK、 ナイス。プラチナエリア倒して、あそこも食える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 。で、そこいる、そこもいる。出たー。出ちゃったー。もうやっぱりもうこのゲーム勝つにはこれしかないですね。うん、これで 100% 勝てるよ、うん、この試合だいぶ無双したから多分次の試合ボコボコにされます、うん、このゲームはそういうゲームです。ボコボコにしたらボコされて、ボコボコにされたらボコして、でこんだけキルしたから次の試合、じゃあお前次の試合もアットミック呼べるよなっていうね、チーム分けになって、まあボコボコに負けるって感じですよね。さあ、もうニュークリア出してるので、あとはもう適当に遊んで、まあ頃合い見たらニュークを呼んで勝ちですね。はい、その中距離カットして、ほらほら、アサルトいらなくなってるって。これやばいっすね、マジで。
まあニュークは出したんですけども、こんだけキルして全然ね点差が縮まないのよね。うん、いないこの辺。はい、カットして。もう一人いましたね、そこ内側。そこもカットして。これは奥から潰したい。敵のリスポーン完全に飛ばしてから。こう回って、こう回って、こうでしょ。絶対こっち有利リスだからね。ヘリ出して、内側来てるからそいつやって、ハープ出ました。ハープ出して。これ、ワンチャン普通に勝てるか？まさか。こうやって、もうあとはハープ出してるんでね、こっちが。もうレーダー見ながらキルするだけっすよ。ヘリ落とされたか。で、そこやる。リスポーンは変わってるから、そう、飛び出してくるかな。オッケー。で、そこもやっちゃいましょうか。オッケー。15連続？これもう一回角いくか？これもう一回角いくか？持ってこい。やべ、落ちちゃった。いや、落ちて正解か？どうなってる？下いる、下いる。やばい、あと5キルぐらいだけど試合が終わっちゃうな。あっ、うわー、やらかした、やらかした、やばい。え、あと2キルぐらいで30連続1試合に2回出るとこだったんじゃないの今の。ちょっと、